ミキサーにかけても元の食材わかるの？よいしょ。どうも、めちゃのカイトと、アラキと、のせと、もちです。皆さん、食べ物を認識するときに使っている部分というのはどこですかね？舌です。味覚です。目です。でも、いろんなところを使っていると思うんですけど、はい、本日はですね、食材自体をミキサーにかけましてですね、目隠しもしてもらって、もう 目でこう認識するのと、食感をもう完全に奪った状態で、もう元の食材を当ててもらおうっていう。匂いはありですか？匂いはありですね。やった。おまあ大事ではあるからな。で、一種類だとつまんないよな。もう分かっちゃうじゃないですか、大体匂いだけでも。まあそうですね。なので本日は2種類の食材を混ぜます。あ、なるほどね。まあ、せっかくミキサーなんで ね、ちょうどこうミックスするからね。するじゃないですか。マジか、結構鬼ムズなんじゃない？全何問ですか？全5問です。はい、いつも通り。はい、これなんか負けたら罰ゲームありますか？いや、もうお前さ、負けたらですね、はい、あ、罰ゲームあります。いや、何ですか？負けたら、はい、その糖を全部ミックスしたやつを最後一気飲みしてもらいます。下げんな。じゃあ俺らが10ポイント以上獲得したら、タイト君が罰ゲームってことで。あ、合計で10ポイントとか。そうです、合計で10ポイント。あー、じゃあ今回チーム戦なんだ。そうです。というわけで今回はミキサーにかけても元の食材は分かるのかです。言っていきましょう。うわ、つぶってください。来た。それでは第1問目ですね。これでいきましょう。じゃあ生卵とオロナミン C ですね。いけ。よし、OK。じゃあまずはもっち。あ、やだ、もう絶対まずい。もう、え、水じゃん。水ではないよ。もう分かんねえよ。じゃあ目開けてください。はい、これ2つ正解で1ポイントだから、片方正解だったら 0.5。 そうですね。あ、 OKOK、 いいですか？はい、じゃあまずはのせ。ラムネとマスカット。おお、なんていうの、なんか独特な甘さみたいなうざさがあった。で、なんかマスカットみたいなフレッシュさも兼ね備えていたような気もする。もっち、ごめん、あんま分かんないけど、コーラと牛乳ですかね。マジ？牛乳感はね、正直ない。でもコーラはあった。いや、一番なんかね、自信のありそうな春樹くん。いや、これ大正解あると思ってるんですけど、うん、オロナミン C と卵。あー、卵、まあ、オロナミン C は分かる。あの匂いでまずオロナミン C 取ったのよ。なんでかって言ったら、俺毎朝飲んでるから、オロナミン C で。卵はマジで分かんなかったんだけど、なんかこう、なんもなかった時にこう、ふっとこの卵の匂いが来たの。これ以外思いつかないから。でもね、当たってると思うんだよね。それでは結果発表ですか？はい、はい、答えは俺のミンシート卵。よっしゃー、マジで。よいしょー、マジで来た。パーフェクト1点。よっしゃ、マジ1点です。ちなみにこんな感じになってほら、見た目はすごいな、泡感じな。やっぱそう、俺も泡感じな。ここ泡が来ないんだよ、こうやるとほら。本当だ、泡感じなかった。来たー。目を閉じなさい。遅いよ、もっと手際よくしてよ。めっちゃ頑張ってんの俺、これだな。2問目はですね、キウイフルーツとキュービビベビーチーズですね。チーズをぶち込みます。さあ、こちらね、キウイフルーツをね、よっ。オッケー、もっちから回していきましょうね。ファーストコンタクトし、よ、もっち、いきます。キウイフルーツとレモン。マジ？俺ね、違う、全然違う。キウイフルーツクソ嫌いなのよ。あの、嫌いだからこそもう感じちゃった系のやつ。じゃあ次はのせ。ブロッコリーとチーズ。え？ブツブツがあったんですよ。あった。で、これはフードプロセッサーでやった時のこのブロッコリーの残骸ではないかと。で、そして謎のクリーミーさ&しょっぱさはこれチーズでしか再現できないんじゃないかと。じゃあ最後いいですか、春樹くん。はい、キウイとバター、種のプツプツ感あれがマジでキウイだったの。そうそうそう、バターがチーズの可能性が高い。てかチーズ、今回皆さん素晴らしい結果になってます。お、正解はですね、キウイフルーツとチーズです。ほらー、いや、もう全員1個当たってるっていう。たー、1.5 獲得したぞ。0.5、ね、0.5、0.5。よっしゃー、はい、はーい。3問目はこちらです。バナナを入れる。ちょっとかな。
まずくはない全然。おせくんからどうぞ。はい、リンゴとバナナ。例えばバナナは確定してんじゃん。で、なんかそうなんちょっと酸味があった。うわバカじゃん俺。じゃあどっちかな。でも全然自信ないかもしれん。バナナと牛乳ない。牛乳はなくない。クリーミーではなかったんだよな。一番自信のありそうなハルキ。ないけど別に今回は。バナナと野菜ジュース。あーマジ野菜ジュース。リンゴ説あるよ、うん、ちょっとリンゴ感あった。正解はでーバナナとオレンジジュースです。オレンジか。酸味ね。迷ったのよ。迷った。野菜ジュースかブドウジュースかオレンジジュースだったの。マジ。うわーマジかー。これ 0.5 かー。じゃあ本閉じろー。はい、はい、続いて4問目です。こちらですね。よし。え、よし。匂いが過去一やばい。いきます。いただきます。うわぁ、なんかゲロ飲ませてる。泣けんなよ。食材2個でそんなに。食材2個でゲロ表現できるのやばいじゃん。酸っぱいゲロ。0.5 は取れる気がする。おった。そもそもない。酸っぱゲロはな。酸っぱいよね。だよね。手からいった方がいいんじゃない。じゃあ、のせくん。酸っぱさっていうところで、レモンなんじゃないかっていう。ああ。単純にあの酸味は。で、どうしようもなくなんかまずかった。なんで、麦茶。酸味違うよ。違う。じゃないですか。違うか。違う。じゃあ次、はるきくん。一個確定。コーンポタージュとレモン汁。おー。で、確定要素はコーンポタージュの方。コーンってさ、一粒一粒ちょっと皮あるじゃん。うん、それこうミキサーによってウィーンってなって、ブルルってなって、でも皮ってさ、薄いからちぎれないじゃん、なかなか。それが残ってんじゃないかっていう。僕いいですか？どうぞ。コーンポタージュとレモンです。おー、まあ、そうなんすよ。これ、もうほぼこれ。確定もうこれなんすよ。一緒だよ、多分ね、考察はね。いいですか？はい。答えはですね、コーンポタージュとレモン！よーし！いや、いけるぞ。いけるぞ。いけるぞ。やばいなぁ。私が見えてきた。目を閉じろ。はい、先週問題はこちらですね。はい、ミキサーにかけていきたいと思います。3つなんでね。もっち1個分かったべ。分からん。1個さ、辛いのいたじゃん。辛い、それ辛い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 のが何か。それは絶対1個分かるはず。何これ。1個はかくちゃんでこれってのがあるけど、残り2個がマジでもない。じゃあ外したら申し訳なさすぎるわ。なんかダメなやつ入ってきそうだけど。ああ、人外のもの。あ、そういうこと。いや、なんかそう制限的にこれはいいけどみたいな。いや、それはないべ。芋でしょ。うん。ああ、うわ、なんかこれお腹に悪い気がするわ。あって顔してるもん。こいつあって顔してるわ。ごめん、わかんない。いいよ、なんでも。もう価値格だ。価値格で10点にしてもいいけどね、別に。いやーやだ、ダメ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 、してください。ダメやだ。もうまだわかんないから。じゃあ 8.5 でいこう。 8.5 でいこう。はい。マジかよ。誰かが2個当てないといけない。なんでだよ。じゃあまずはマッチ。ごめん、ちょっと自信ないけど 0.5 当てます。味噌、玉ねぎ、山芋。山芋か。いや、わかんない。芋わかんない。もうか、のせ。玉ねぎで、芋はじゃがいもです。はい。で、なんかシチューのなんか元みたいな。あ、わかる。シチューわかる。わかるでしょ。シチューわかる。あ、そこまでいった。はるき。俺はもう玉ねぎは1個確定です。で、芋って聞いてじゃがいもだなって一旦思ったんですよ。で、そこまで来てあんだけしょっぱいなんだろうって思って、でもじゃがいも、玉ねぎ、カレーじゃねって思ってカレールーです。カレー味は正直なかった、うん、けどクソしょっぱかった。しょっぱい。最悪外れてもいいなって思ってカレールーにしました。運命の結果発表です。じゃあまず、はい、一品目。はい、はい、玉ねぎです。まあ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 、これはまあまあでかい。はい、芋を最後にしよう。はい、芋最後にします。じゃあ二品目いきます。はい、はい、
たらこスパゲッティの素。やばいぞこれ。割とやばいぞー。なぜそれをチョイスしたんだこいつは。割とやばいぞー。ラスト一品はさつまいも。ってことはのせくんです。いやーもうやばいの来たわ。やばいの来た。今までミックスされてんでしょ全部が。でもそんな大事じゃない気もしてる。まあまあまあな、言うてだよ。下の機能一回停止してみて。おー、いった。おー、行くな。あれあれあぶねえ。水じゃねえかよ。微妙だ。はい、ということで以上でございます。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあまあ最後にちょっと野瀬くんのねミキサー一発ギャグでお別れたいと思います。なんで俺罰ゲーム。それでは野瀬くんのミキサー一発ギャグまで3、2、1。コーズ。ありがとうございました。また次回。